移転前の旧道の駅道の駅二つ井は、秋田県の白市二つ井町小繋ぎにある国道7号の道の駅である。愛称は君町の里。君町坂の近くにある。1994年に登録された。道の駅登録に先立ち、1982年に秋田県観光課により、継承地君町坂に隣接して、二つ井総合観光センターが設置され、 その後1991年度から1993年度にかけ、当時の二つ一丁により、君町の里づくり事業として、周辺の整備が進められ、歴史資料館、トイレテニスコート遊びの広場等の施設が整備されるに、至った。トイレは、ふるさと創生事業の資金を活用して整備された、1億円トイレ、と称されるものである。 一般国道7号二つ井今泉道路整備に伴いこれまでの道の駅周辺の用地をインターチェンジ等に転用するため移転再整備が計画され国道7号を挟んだ反対側の場所に2018年7月8日にプレオープンし同年7月15日にグランドオープン2016年1月27日に国土交通省により地方創生の拠点としての 取り組みを支援する重点道の駅に選定された。野代市道の駅二つい整備事業基本構想。野代市 P6。2016年1月27日閲覧。お出かけ道の駅。二つい先駆け御座ウェブ。秋田伊佐尾信仰社2016年1月27日閲覧。野代市道の駅二つい整備事業基本計画。野し市 2016年1月27日閲覧。重点、道の駅二つい、米城川河川防災ステーション平成30年7月7日に完成式を開催します地域創生の拠点、総合防災拠点を目指して、野城市、国土交通省東北地方整備局の白河川、国道事務所。2018年7月8日閲覧。AB、道の駅二つい、 移転新築完成祝う8日、プレオープン。秋田伊佐夫新報。2018年7月8日閲覧。ABCDEFGHIJK2018.71510 時、グランドオープン。野し市、2018年7月8日閲覧。重点道の駅に、二つい選定県内に箇所目。秋田伊佐夫新報。秋田伊佐夫新報社。 http <話者>コロンスラッシュスラッシュ w w w 先 a け j p スラッシュ p スラッシュアッキタスラッシュニュース jsp kc イコール2016万 127n 2016年1月28日閲覧ありがとうございます